からの連続テレビ小説心、いよいよ3月31日から始まります。浅草と祭りが大好きな心、国際線の客室乗務員です。浅草に8代続く老舗のうなぎ屋清川に生まれました。私たちがその新しい人、祖母の泉、母美佐子とともに女3代で店を盛り立てます。浅草の人間っていうのはね、そんな心の運命を浅倉優作との出会いが変えます。地域医療に夢を抱く医師優作は、離婚歴のある2人の子持ちでした。優作さん、懐かしいな、ここでよく花火をやった。さまざまな問題を乗り越え、清川の名女将となる心、そして血のつながらない子供に愛情を注ぎながら、心はたくましく生きていきます。連続テレビ小説心の撮影は、ドラマの舞台新潟県六日町のロケから始まりました。おはようございます。おはようございます。ヒロイン心の中越のり子さん、今日クランクインっていうんですよね。あっちの先のバスなんで、はい、よろしくお願いします。はい、山の上真っ白なんで、おはようございます。姉ちゃんはね、蛭田亮平です。撮影は優作の実家に挨拶に行くバスのシーンから始まりました。大丈夫、いつもの心でいいんだよ。いつもの私か。うん、最初のねセリフはね、だって私ってちょっと強く出すぎた、そういう感じになった。いきなり中村徹さんが横に、この狭い2人掛けの座席のところに入って、それがもうね、恋人であってという状況で 5,4,3 っていう始まる時に、もう本当全身こう背中からザーってこう熱いお湯がわーって流れるみたいに、足先にジーンってきて、うわーどうしよう。はい、まもなく本番、よーい、はい。だって私、付き合った人の両親に会うの初めてなんだよ。この服でよかったかな。大丈夫、いつもの心でいればいいんだよ。いつもの私か。はい、OK です。相当緊張してました。多分今見ると本当恥ずかしいと思う。心のメイン舞台は東京浅草、下町に息づく粋な心意気や人情をドラマの中に描き込んでいきます。その浅草を代表するのが5月の三社祭り。今回のドラマでは浅草の皆さんの全面協力のもと、三社祭りの宮入りを再現しました。宮入りとは、1日かけて浅草中を回った宮みこしが最後に浅草神社に戻ってくる祭りのクライマックスです。そしてこの宮入りが、心と優作の運命的な出会いのシーンに仕立て上げられました。大掛かりな宮入り撮影の準備は半年に及びました。支度部屋では俳優陣の準備が同時に進みます。これみんな今日特に寒いから大変だね。それもこう結構ありました。それは激用のソリ、湯気が出るといいんだよね。あ、夏だから、あのこのなんかこう、あ、熱気が体から出るじゃないですか、三種類頑張ります。浅草神社では、浅草の44町会から役員担ぎ手が集まり始めました。その数300人、それぞれの町内の反転を着た祭り好きの下町っ子たちです。その効果は誠に。救急車、救急車つって行きます。そしたらポンって言うと、こっちが開けて開けて、すいません、道開けてください。お父ちゃん心配で行く。お父ちゃん
浅草の皆さんの協力で国内で初めて祭り本番の日以外に宮神輿が表に出されることになりました。出陣前の総締め、木遣りが響き渡ります。やり直しの効かない撮影、普段よりも入念なリハーサルが終わり、いよいよ宮神輿が出発の時を迎えました。手に加えてエキストラ、スタッフ、見物に合わせて500人が仲見世通りを埋め尽くします。待ったよ。この撮影では4台のカメラを使ったマルチカメラ方式を採用。一度に様々な角度から宮神輿を狙います。そして優作と担ぎ手たちが乱闘になるカットの撮影です。人の勢いとか圧倒されるぐらいのものがあって、まあもちろん映像になったらきっとそのあの人たちのパワーがみんな映像に反映されてくれてるんじゃないかなと思うんですけどね。一発 OK です。準備から5時間、宮入りの撮影は怪我人もなく無事に終了しました。浅草で8代続く清川の撮影は NHK のセットで進められています。祖母泉役の岸恵子さんと母美佐子役の伊藤蘭さんです。美佐子は15年前に夫と別れ、心と店を守り育ててきたしっかり者の母親です。お店っていうのは舞台ですからって聞いた時、なるほどそうなんだなと思って、そういうちょっと裏に入った時の顔と舞台に出ている時の顔と、多面的にこう美佐子っていうのは演じられると思うので、そういうところを私自身も楽しみながらやっていますけど、はい。いいじゃないか、サンバなんて陽気でさ、踊ってお迎えするよ。それでね、泉は茶目っ気たっぷりの浅草の粋な名物おかみです。あんたなんだよ、いきなり出て。いいからね、向こう行ってサンバでもマンボでもいいから踊っててね。あ、はい、サンバか、おかかさん。楽天性を割合と出している場面が多いんですけれども、その真の方ではきちっと人生を見る、人間たちを見ている人生の積み重ねみたいなものを感じさせる泉さんに私はしたいんですね。よい。心の前から姿を消した父拓郎役が寺尾明さん。まあ男の人はいろんなタイプがあって、その奥さんや子供にも言えない自分のこの追い求める道、思ってるそのお父さんもいるし、ある種ちょっとそういう部分がこの父親は持ってて。お父さん。寺尾さんは拓郎の花火職人としてのロマンを大事にしながらも、離れて暮らす心や美佐子への愛情を失わずにいる男の姿を演じたいと言います。変化、行け。その拓郎が15年ぶりに隅田川で打ち上げた花火。この花火大会で心と優作が結ばれます。真冬に真夏の花火大会。そして心と優作の恋をよりロマンティックに見せるため、撮影ではさまざまな演出の工夫が施されました。
まずはこの花火ライト。この撮影では実際に花火を打ち上げることはできません。後で花火を合成したときに、あたかも花火が開いたかのような照り返しを作ります。次は風車が回る美しいカット。俳優の気持ちの高まりに応じてスタッフが強弱をつけながら風を吹きかけます。そしてこちらは花火の燃えかすとして降らせる紙吹雪です。優作のふるさと新潟に降る雪のように情緒豊かな効果を高めます。花火が破裂した時に燃え残った紙です。そして中越さん、初のキスシーンに挑戦しました。ゴッ、なんて言えばいいのかね、すごい恥ずかしくて、ちょっと心臓が本当にドキ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 、心がだんだん理解できてきて、心になっていけた、ちょっとお人よしすぎる、とってもまっすぐな女の子だと思います。とても前向きな素敵な女性。はい、頑張ります。私も誓います。ありがとうございました。今度は心の原点を見てみたいな。 You are my sunshine 思い出す。連続テレビ小説心、どうぞお楽しみに。